いよいよ年末、お蕎麦の季節ですね。そうですね。もうこの辺で美味しいお蕎麦というとジュノさんかなということですけど。もう嬉しいこと。今年もその美味しい年越しそばご用意いただけるんでしょうか。はい、はい、もちろんです。たくさん用意してます。嬉しいです。はい、こちら入るときにも新そばっていうね、うん、あのお札も見えたんで、はい、今年はまた美味しいおそばが取れてるんでしょうね。らしいですね。なんかいいそばが取れてるという話ですね。そうですか。今年もまた受付が始まったということで、はい、まあ、あの来て食べてくださる方も多いんですけど、まあ、家でねみんなが帰って揃ってからというのも多いので、ぜひ家の方であったかいお蕎麦を食べていただきたいです。そうですよね。そしてジュノーさん嬉しいのはこのお蕎麦だけではなくて、はい、大きなエビ天もつくという。そうなんです。もうお蕎麦だけでもいいんですけど、やっぱりね私もそうですけど、もう一つ欲しいなという。わかります。はい、それが天ぷらですね。やっぱりこれはちょっとお家ではできないようなビッグサイズの天ぷらですよね。はい、もう自信を持って言えます。それはもう美味しいですね。揚げる人がすっごい上手なので、ほどカリッとして、はい、本当に美味しいです。じゃあぜひ今年の年越しはジュノーさんの美味しいお蕎麦と贅沢三昧なのエビ天で、はい、もうやっぱり最後はちょっと贅沢にというよりも美味しいものを食べて、いい年だったねと、来年ももっといい年にしたいねという気持ちで、ちょっと贅沢するつもりで食べていただきたいです。はい、この年越しそばの注文なんですけれども、はい、いつまでとなるんでしょうか。29日までです。結構ギリギリまで受けていただけるんですね。はい、じゃあもう気になっている方はぜひ早めにお電話して頼んでもらえるといいですね。はい、いやいやお昼も食べたいんだよっていう方には、実はこちらで食べることも可能なんですよね。はい、そうなんです。毎年おなじみの年越しそば、全部大きなエビももちろんでついてますし、これだけ食べたらすごく満足ですね。十二分になんか年越し迎えられたなっていう気分になれる贅沢メニューですよね。うん、ね、なんかね、あの男の人多いんですよこの日は。ご飯物もついてて、うん、本当にボリューム満点で、うん、そうですね、年末も一踏ん張り、大掃除も頑張ってっていう時にはもってこいですね。そうなんです。だからあのぜひぜひこの特大でね食べていただいてもいいかなと。こちらの年越しそば膳なんですけど、これは提供はいつまでというふうな感じなんですか。はい、31日までやってます。いました。年末はこれで締めてください。もういいことあるに間違いなし。いやでも本当今年1年もいろいろあったかと思うんですけど、ぜひジュノーさんの美味しいおそばで締めくくってもらえるといいですね。はい、年末お忙しかもしれませんが、頑張って皆さんに美味しいおそば届けてください。はい、また来年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも頑張ります。はい、ありがとうございました。